ベースボールダメのキュウスケとシャルだ。ありがとう。ロッド。立山。はい。さあということで、ただいまとある動画の撮影から帰ってきたんですけど、そのとある動画っていうのが体動かす系の運動系のね企画だったんですよ。はい。体動かす撮影のアップしてる時にガチ山の腰がグキッといきました。はい。だからもうアップじゃないのよ。なんか音鳴ったって言ってなかった。体の中で、うん、抜けたよって声聞こえたのか。その時はね、体を動かす撮影だとちょっとアドレナリン出て、うん、なんとか撮影を終えれたんですけど、うん、結構遠くでの撮影で1時間半ぐらいかけて行ってたんですけど、その帰りですよね、アドレナリン切れた瞬間にこのざまになりました。はい、あんたもう怪我しすぎ。ほんまにしすぎやで怪我、アスレチックの足首皮入って血まみれ、血まみれ事件、腹激痛、もうあと指先とかちょっとガチ山の感覚的にはぎっくり腰なんでしょ。ぎっくりだね。もっと医療系だったっていうこともありまして、症状を見る感じもほぼ確実にぎっくりだと。でももっちゃんぎっくりなったことあるっしょ。僕高校の時何回も何回もこの症状なの。まずもう物立てない、座れない、笑えない、くしゃみしたらもう腰飛んでいくみたいな症状当てはまってます。全部だよ。ぎっくりしてるやん。今さ普通に動画撮ってるからさ、あんまガチ山のその痛みみたいな触りにくいと思うけど、一回じゃあ立とうとしてみて。うわきつそう。やめよ、やめよ、悪化しそうな気がする。言ってけど妹さんも言ってたけど、グキって分かんねやろ。なんて言ったんだっけ。抜けたよ。声なんだよそれは。俺って結構痛くても何でもやっちゃうのよ。病院も行きたくないし、今日に限っては病院行かないと無理だ。自分から病院普段嫌いだから行かないんですけど、自分から行くって言ったからね。自分で運転して病院行こうと思ったけど、まずこの家着いて車から降りれないっていう。ただ僕らの独断でぎっくり腰しか分かんないですから、うん、そうだね。この後ちゃんと病院行ってもらって、だからやっぱ本当動かないといけないなって思ったよね。そうだね。言ってなかったけど、行きの車でちょっと今日腰痛いなって思ってて、なら着いて10分ぐらいよね。もう速攻やったって。速攻やった。でまあ今からガチ山ちょっと病院行くんですけど、僕らちょっとついていきたいところなんですけど、この後本当にちょっと大事な撮影がありまして一人行けないということで、藤川さんがガチ山は責任持って病院連れてってくれるらしいので、しかもその病院がガチ山の知り合いのところらしいので、カメラ回せるみたいなんで、藤川さんにはその病院の様子をちょっとカメラで収めてきてもらって、明日ガチ山の容態がどうなったのかを。それは何、明日も来る格なの。休みはないと。ハンちゃんが迎えに来てもらい、こいつ冷たいんだもん本当に。俺でも声すっごいです。はいはい、起きる起きる。これで痛いから今マジで、マジで、うん、こっちポイントで痛い。こいつマジなったらぶち殺そう。もしかしたらまあこうと一緒で、これからちょっと動画でちょこちょこ照れなくなるかもしれないと。ぎっくりってどれぐらい痛い？ 1、2週間。あーそんな感じ。寝違えるみたいなもんだ。ということで病院に行ってきてください。はい、まあ、ちょっと回せる限り、お客さんとかね行った場合はあんま回せないんで、はい、じゃあ行ってもらって早くいい。あれ真ん中だった。キャッチしてるかな。笑ってる。痛い痛い痛い。ちょっとみんなにもガチ山の様子を見せて。あーやばい、待って待って待って、ガチ山の様子見せて。待って待って待って、喋んないで、ガチ山の様子見せて。喋んないで、喋んないで。俺らちょっと喋んないで。助けませんね。はい、行こう。こっち、ゆっくりだ。ひろって、ひろって、ひろって、こっち、肩貸して。行こう。せーの。あ、ゆっくりよ。うわー。ゆっくりよ。相当だね、これ。はい、こんな感じです。こういう状態です、今。びっしょびしょ汗。ほら。うわー、手が取る。全然エッチできない、2週間。やべえ。何が面白い。藤川さん、お願いします。お願いします。はい、これ藤川さん、体です。体です。ガッツポーズ。一人で歩けんの？まだ手いる？喋んなってその手のトーンで。手いる。手いる。いいじゃない。やばいやばい。はい。全員だ。お前ら骨の一本二本で済むと思うなよ。今やったら何でもできんぞ。あ。遠距離攻撃だ。アルパカ？アルパカ？では。お大事に。はい、お大事に。お疲れ様です。お疲れ様です。今、まあ、藤川さんに連れてきてもらって、僕、医療系の大学行ってたんで、医療人が周りにいっぱいいるわけですよ。なんで、まあ、そのうちの一人の友達の加納接骨院行きたいと思います。僕もやばいな。だって25で絶対結婚してると思ってたんですよ。課長レベル、世間でいう課長レベルぐらいまでに大体なってて、なんなら犬も飼ってるみたいな感じで、今
メージしてたんですけど1ミリもないですからね。ちょっと僕焦ってますもん。なんかもういやいや、あの僕も31になってしまうんですよ。そうですよね。まさか31でもう一回独り身になってしまうと思わなくてちょっと勘弁してください、藤川さん。でも恋愛はしたいんですか？いや、まあもちろん全然したいですよ。それはしたいですけど、退化してます、恋愛の体力というか。あー、例えば声かけて連絡先聞いてデートを誘ってっていう体力がもう逆にもう今なんか緊張しますもん本当に。いやでもこれ皆さん顔写してないんで分かんないと思うんですけど、藤川さんってマジイケメンなんですよ。それは分かんないですわ。でもみんなかっこいいって言ってますよやっぱ。誰ですかそれは？この前コネクタだったじゃないですか、はいはいはい、あれとかで藤川さんをかっこいいっていう話めっちゃ出てました。マジか。まだまだいけるんですよ。そうか、そうなんや。ちょっと関係ないですねその話今おめでとうございます。ちょっと時間ください。自分のペースになってる。はい、可能性ことにこちらですね。皆さんもよければ来てください。一旦カメラ回せるかどうか確認して、はい、入ってきたいと思います。はい、今あの超音波の治療終わって知り合いの身体の先生に見てもらってます。ほら、この関節痛くない？うん。大丈夫ですか今？うん、気合入ってた。どうやったんだね。26歳にして。いいね、素敵な26歳じゃないかな。ちょっと待って、笑わせないで。肩伸ばして、ぐーっと腰伸ばします。うん、そう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 。の、岩の肉、痛い感じ。うん、痛い。ここから外腹斜筋に変わるんで、ちょっと一回姿勢見るね。やば、めっちゃずれてんじゃん。心が歪んでますね。違う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 。左の腰の仙腸関節ロックがある。あ、変でした。ありがとうございます。心が蓄積されてるねじる。で、こっちのおっと、臭い、いい香りがきました。あやあやあや。やばい、やばい。はい、やっぱぎっくり腰でしたね。で、なんかそのぎっくり腰にもなんか3、4種類あるらしくて、椎間板でしたっけ多分。今回は多分編集が来てるんですね。だから背骨の骨と骨の間ですよね。なんでまあお友達の先生にこれからちょっと直してもらおうと思います。はい、松本さんについて絵面になっているかと思いますが、椎間板の損傷、そんな感じでございます、はい、という感じで、はい、ちょっとぎっくりの重めだったのかな。かなり重いですということで、じゃあ、はい、僕は1週間ぐらいお休みをもらおうかなと思いますということで、あのね、僕の知り合いの一ノ瀬先生っていうのが、ね、ありがとうございます。こちらの加納接骨院っていう東京の東小岩というところに加納接骨院ございますので、多分みんな YouTuber とか姿勢とかも悪いかと思うんで、あ、もうガチヤマの知り合いでって言って、漏れなく丸が1個増えますかということなんで、はい、ぜひ、まあ、見てる YouTuber の方もリスナーの方も足を運んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。周りのメンバーには帰って背骨折れてたっていう、そう、見てください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、またお願いします、はい、お願いします。さあ、ということで翌日でございます。はい、見ての通りガチヤマいません。本人から今朝連絡来まして、どえらいことになってると、本当に動けないっていう連絡が来てましたね。やばいね。なので一旦ガチヤマに電話かけてどういう様子なのかをちょっと聞いていきたいと思います。はいよ、はい、さあ出るかな。もしもし？はい、もしもし。どうですか調子は？まず、トイレに行きたいです。トイレ？はい。行けません。マジか？ここまで？やば！ってことはもちろんお風呂とかも。入ってないし、昨日の格好のまんま。うわ、マジもできないんや。その、あれはどうなん？その、何やったん結局。何やったん結局。あのね、背骨折れてました。うせやろ。松葉勢今1本ついてます。背骨折れてた。
そう、背骨が折れてて。え、ぎっくりじゃないってこと？っていう嘘なんですけど。何やねん、嬉しそう。ふざけんな、嬉しそう。ボケもボケじゃねえよ。ほんまに。あの、ぎっくり腰なんだけど、背骨と背骨にある間の椎間板っていうのがあるんだけど、それの椎間板損傷っていう、それのかなり重度らしい。え、その症状はガチやんな。さっきのご飯とか食べてない、食べれてないとか。あ、は、ガチガチ。ってことは結果的にはぎっくりが確定したってこと？はい、ぎっくりで、まあ、松葉杖もガチ。やばっ。生活。いやだから俺今日行こうと思ってん、そっちな。え、もうそれも動けなくて来れなかったってこと？そうそうそう、もう多分動くにしても多分家出るまでに15分ぐらいかかっちゃうと思う。じゃあもうあれやね、今日は一日安静にしとくしかないね。はい、すいません本当に。でもあれやな、ずっと動かんわけにもいかんから、自分でリハビリみたいなしていかなあかんから。だから今本当にうんこしたくてどうしようっていう。で、屁はさ、ベッドでもできるから屁してるんだけど、もうそれすら痛いのよ。あれ持っていこうか、おしめ。いやお前、そんどうすんねん、お前ベッドでうんこして。じゃあ毎日ヒロとか取り替えに行くよ。取り替えようか。おい、痛え、やばって、マジそれは想像するだけでやばいわ。笑うと痛いや、やっぱ。まあ、ということで、まあ、明日一応休んでもらっていいから、今日明日ちょっと回復してもらって、またカメラの前に姿を現してください。はい、すいません。ということで、まあ今日はお大事にしてください。お大事に。お大事に。はい、お願いします。はい、お疲れっす。はい、ということで、びっくりでしたね。びっくりでしたね。びっくりだったね。変な嘘つく。いや、あれはね、いくらふざけてる俺とはいえね、もう、開いた口が塞がれませんでした。ということで、ここまでは僕の想定内です。はい。はい、多分ぎっくりだろうなと思ってたんですよ。なのでこの後企画用意してます。今日の動画はここで終わりなんですけど、はい、明日の動画、ぎっくり腰のガチ山を看病しに行こう。やーい、いいやつら。多分トイレ行けないとか、ご飯食べれてないとか、お風呂入れてないとか、絶対そうなってるやなと思ったから、今から僕らヘルパーをしに行きます。はいはいはい、今から行くんや。だからガチ山うんこってるで、こうこうやってやんねんな。自分で言ったんだからなんで。お前がね、やらせんぞ。ということで、さっきガチが言ってたような、トイレだったりご飯だったり、うん、お風呂だったりを手伝って、今日は一日僕らの手助けありで生活してもらおうかなって、うん、今からやから。お昼ご飯か。あー、手料理を賄ってあげない。うわ、なので今からガチ山の家に突撃して、ガチ山介護をやっていきたいと思います。イエーイ。ということで本日の動画はここまでです。また明日の動画皆さんぜひ見てください。はい、お願いします。ということで皆さんもぎっくり腰には急に来るんでね、島袋の中学生とかになってるんで気をつけてください。はい、ということでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。クラウドからチャンネル登録するんや。発射 GO エスポワールトライブ、時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。